「のど神様」「これは私が中学一年生の時の夏休みの出来事です」「いつもは両親と姉と一緒に田舎の親戚宅へ数日泊まっていましたが」 その年は姉が交通事故に遭ったため、母が世話のために残り、父と私だけで向かいました。親戚宅に着いた後は、挨拶もそこそこに、反抗期なのもあって、父や他の親戚と一緒にいることがなんとなく嫌で、夕食の時間まで一人で家の近くを散歩していました。 小学生の頃から毎年来ているので、大体いい近所のことはわかりますが、田舎へ帰ると、なぜかいつも大人たちから、子供は A 神社へは行かないように、と言われているのを思い出しました。A 神社はとても古くからありますが、私は一度も行ったことがありません。昔、父にどうしてか聞いたときには、 大人になるまでは行っちゃいけない場所なんだ、としか言われませんでした。気になったら行きたくてたまらず、でも一人では怖いし、どうしようかと思っていると、B 子に何してるんと話しかけられました。B 子は親戚宅の近くに住む家の子で、年が近いこともあり、私が親戚宅へ行った際には、 いつも遊んでいる子でした。B 子に A 神社のことを話すと、じゃあ近所の子も集めて肝試しをしようということになったのです。そしてその日の夜23時、大人たちが酒盛りしているところをこっそり抜け出して B 子との待ち合わせ場所へ向かいました。そこには 何度か会ったことある C ・ O と D ・ OD ・ O の妹のいい子がいましたみんなは A 神社へは一回行ってみたかったと思っていたようで参加したんだそうです A 神社へは親戚宅や B 家がある集落から山の方へ歩いて約20分ほどの場所にあるそうです その場にいるみんながまだ子供だからダメと止められており正確な場所も教えてもらえていないのですがおおよその場所ならそこに住んでいれば見当がつきます大人たちにばれないためにも A 神社をある程度見たらすぐ戻ると決め闇に紛れつつ向かいました A 神社へ向かう途中で ワクワクとした気持ちと、やっぱり少し怖いという恐怖心がありました。でも、これだけ人がいれば、お化けも出ないだろう。むしろ大人があんなに永神社を隠すのは、山の中にあるので、子供だけで行くと危ないからそう言っているんだろうと思っていました。ですが、 とうとう A 神社と思われるところに到着して、錆びれた雰囲気に薄汚れた鳥居を見たとき来たことを後悔しました。何やらただならぬ雰囲気が漂っていたのです。やっぱり帰ろうかと思いましたが、B 子と C 子がどんどん進んでいくので、置いていくわけにもいかず仕方なくついていきました。 A 神社はすごく小さく鳥居をくぐると2メートル先に小さい祠があります B 子は「あれこれだけ?」と拍子抜けしたような声をあげると C 親が「全然怖くないやん」と言い D オは「もう帰ろう」い、e、い子もお母さんたちに怒られちゃうよと言いました 私も D オと E いコいの意見に賛成しようとしたとき、なんと C オが止める間もなく、ほこらの扉を開けてしまったんです。そして中を覗き込んだかと思うと、ギャッと言って口を押さえ、その場に倒れて左右にゴロゴロ転がりました。何が起きたのか全くわからないまま。

危ないから俺も行くと、いい子について行ったので、私と B 子は残って、C.O. がそれ以上喉をかきむしらないように手を抑さえ込みました。C.O. は私の二つ年下で、体も細いので女二人で抑さえられると思ったのですが、C.O. の力は異常に強く、何度も振り払われました。 何十分経ったでしょう。バタバタと数人の足音がして、D オといいことその祖父である F さんが駆けつけてきました。F さんは C オを一目見るなり、喉神様と叫び D オにお前村長さんとこに行っておばあ呼んで来いと指示をしました。そして私たちには いい子も、私も、B 子も、危ないから家帰れ。おばあがおるから大丈夫や。と、私たちにそれぞれ家に帰るよう言ったんです。c e が気になりましたが、それ以上この場にいるのが怖かったので、私たちは F さんの言う通りに、各自家に帰りました。親戚宅へ着くと、 もう話は知れ渡っていて、父にあんだけ言ったらあかん言われてたやろう、と強く怒られました。私が行きたいと言ったから、シ e はあんな風になってしまったんだと後悔して泣いていると、親戚が、俺らもちゃんと説明してなかったからな。CEO はのど神様に噛みつかれたけれど、おばあがおるから大丈夫や。 と慰めてくれました。喉神様は何なのか聞いてみるとどうやら漢字では「喉神様」と書くようです喉神様の発端はずっとこの昔にこの集落で差別されていた親子がおりとうとう食べるものもなくなり餓死した出来事があったそうですその時に子供があいつらの喉をかんでやる 何も食べれなくしてやる。同じ苦しみを味わわせてやる。と言いながら生き耐えました。それが呪いの言葉となったのか、集落の子供が次々と自らの喉をかきむしって血を吐き死んでいったのだそうです。それを旅の祈祷師が払い清め、もともとあった英神社の祠へ、 親子の遺骨を封印したんだそうです。それ以来、子供のうちに A 神社へ近づくなと、噂が立ちましたが、一度、C オのように祠を開けて呪いを解き、喉をひっかいて亡くなる子供がいたそうです。大人で開けた人は何人もいるのですが、なぜか皆無事で、子供だからゆえに、 呪いにかかってしまうのだろうということで、A 神社に子供を近づけることはタブーとなりました。そして、おばあと呼ばれる方は、のど神様を最初に封印した祈と師さんの血筋なんだそうで、有事の際には治める役目があるのだそうです。信じられない話ではありますが、 実際にあの CEO の様子を見ていると信じずにはいられませんでした。父や親戚におばあが何とかしてくれるからと言われましたが気になって眠れずやがて朝になりました。トントンと玄関を叩く音がするのでもしかして話に聞いたおばあかと思い玄関扉を開くとその通り おばあが立っていました。そして、CEO は間に合った。もう、あそこはあかんで、子供のうちは絶対に開けるなよ。とだけ言って、立っていきました。父から母へ連絡が行ったようで、私はその日のうちに帰ることになりました。あの日以来、大人になるまでは用心してか、田舎へ帰っても、 いるのは半日だけですぐに父か母と共に帰るようになりました B 子 D 子 E 子は皆勝手に A 神社へ行ったことでこっぴどく怒られたそうでその後は他の子供も A 神社へ近づかないようにと周囲を大人が見回りするようになりました C 子はしばらく入院していましたが すっかり元気になって喉に傷一つ残っていないそうです。永神社もほこ,こらもまだあの場所にありますが、私はもうあの日以降大人になってからも一切近寄っていません。夢ではなく確かに現実に起こった話なんだと、今でも脳裏に焼きついている出来事です。 手形実際の体験談なのですが二十歳の夏に友人たちと田舎にあるコテージを借りてバーベキューパーティーをすることにしました二十歳くらいの若いメンバーで男女三人ずつの軽い合コン乗りで浮かれてコテージに到着真昼間から酒を飲んで夜にはすっかり 酔っぱらいの集団と化していました。そこでも川で遊んだり、キャンプファイヤーしたりと楽しかったのですが、僕だけどうしても気になることが。定期的にコテージのそばのやぶの中から何かの音が聞こえているようなのです。個人的に霊感がある方だったので、みんなを不安にさせてはいけないと思い、何も告げずにその場で楽しんでいました。 そして夜中になって、すっかりお酒に飲まれてしまった僕は、コテージまで動くことができず、コテージの前で止めてある友人の車の中で寝てしまいました。お酒に酔っていた僕は、みんながコテージに入っていくのも気づかず、そのまま車にしばらくいると、深夜1時頃だったと思います。車がゆらっと動くのです。 別に地震ってわけでもなさそうだし、風が吹いているわけでもないのに、ゆらゆらと、友人たちはすでにコテージの中、喋っているのが聞こえます。気のせいかな、と思っていると、尋常じゃないほどの揺れが襲います。ああ、これはダメなやつだ。って思ったのですが、体は車の揺れに対応するので、 一死でそこから動けません。そして二十秒くらい揺れ、ゆっくり揺れが止まりました。止まった。と思った次の瞬間、バン、バン、ババ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 。と、車のいたるところから、車を手のひらで叩いている音がしました。もう怖くて怖くて、その場にうずくまり、 鳴り止むのをひたた。すら待っていましたそれが15秒くらいでしょうか止まったら周りから小さな声の笑い声がたくさん聞こえていますこれは例のいたずらなのかなと思いましたが次の朝車を見てそっと押しました車の至るところに大人や子どもの手形がびっちりなので 怖くなってすぐに帰ることに、車に乗り込んだら中までびっちりです。とにかく急いで帰って、友人に近所まで送ってもらい、その車の持ち主も家路に着いたのですが、その後の消息が不明になってしまいました。コインロッカー、 年も若かった女性が妊娠をしてしまった。当然結婚もまだしておらず、子供を育てることもできないと思った彼女がとった行動は、子供をバレないように産んで捨てるという選択肢だった。子供を置く場所に困った彼女だが、悩んだ末に駅のコインロッカーを利用することにした。ごめんね。 ごめんね。自分はとんでもないことをしてしまったという自負の念がありながらも彼女はコインロッカーに生まれて間もない赤ちゃんを放置し立ち去った。それから数年間は彼女はそのコインロッカーを避けるようにしていた。ところがある日どうしてもそのロッカーの前を通らなければならなくなった。すると そのコインロッカーの前でまだ小さい男の子が泣いている。これは親とはぐれて迷子にでもなったかなと思った彼女はその男の子に話しかけてみた。大丈夫どうしたの男の子は泣いていて答えない。迷子になっちゃったのかな相変わらず男の子は泣いている。 お母さんはどこに行ったのかなすると男の子はピタッと泣き止んで彼女を見ながら答えた。お前だ。